ジョン・テイラーと呼ばれる、バージニア州会議員、アメリカ合衆国上院議員を務めた、政治と農業に関して数冊の著作を表した。ジェファーソン流民主主義者であり、その著作は、後の州の権限やリバタリアン運動にヒントを与えた。2008年に歴史家のシェルドンとヒルは、テイラーを共和主義と古典的自由主義の交差点に位置していたと論じた。 その立場を、ジョン・ロックの自然権、自由、制限された政府への関心とともに、集中された権限と、富、政治的腐敗、財政操作を防ぐための規制に市民が強く参加する、ことにおける古典的な興味の組み合わせと見ている。テイラーは、強い全国政府に次のように反対した。連邦政府を創設するときに、各州は、主権の最高の行動を実行し、 もし各州が喜ぶならば、その壊滅によって、主権の証明を繰り返すかもしれない。しかし、連邦は、各州のように、生来の主権を持っていない。それは、自分で決められない。それは、監修としてのものであり、もちろんそれが形成される主権に従属する。カロラインのジョン・テイラー・テイラーは小さな子供の時に、孤児になった。母方の叔父であり、バージニアの指導的政治家。 弁護士、判事だった、エドモンド・ペンドルトンの養子になった。仲間の生徒と共に、ドナルド・ロバートソンのアカデミーで学んだ。その仲間には、ジェームズ・マディソンや、ジョージ・ロジャース・クラークがいた。ウィリアム・アンド・メアリー大学に入学し、その後、王子の事務所で法律を学んだ。アメリカ独立戦争の時には、大陸軍に従軍して、大佐の位まで上り、パトリック・ヘンリーや、 ウィリアム・ウッドランド将軍のもとに仕え、ラファイエット公爵の下では一個連隊を率いた。戦後は弁護士、農園主、および一時期は政治家として暮らし、バージニア州議会下院議員を務め、終戦室アメリカ合衆国上院議員の空席となった議席に3度指名された。1783年にノースカロライナ州の政治家であり、 アメリカ独立宣言に署名した、ジョン・ペンの娘、ルーシー・ペンと結婚した。テイラーは、ジェファーソンやマディソンが、真の共和制原則を断念していると考えた、ターシャム・クイズの一員だった。ターシャム・クイズは、ジェファーソンの政策のいくつかに反対したが、テイラーのジェファーソンに対する評価は寛大なものだった。1804年、トーマス・ジェファーソン政権の政策手段の弁護と題する、 小冊子を出版した。ジェファーソンとテイラーは多くのことで意見が一致した。実際にジェファーソンの見解から出たほとんどすべてのことで合意していた。ジェームズ・マディソンとジョン・マーシャルがテイラーの最も結出した敵対者であり、より活力ある中央の権限を正当化するための活動で記録をねじ曲げていると批判した。1808年アメリカ合衆国大統領選挙では、 マディソンの大統領選出に反対し、ジェームズ・モンローを支持した。テイラーは、バージニア農業協会の初代会長を務め、農業を推進するためのフィラデルフィア協会では、終身会員だった。イギリスの法制史学者 MJC ・ビルは、テイラーのことを、ある意味で、アメリカが生んだ最も印象的な政治理論家と、見ている。歴史家のクライド・ N ・ウィルソンはテイラーについて、 ジェファーソン流民主主義の体系的哲学者と表現し、地方社会や承継された方法に対する、保守的忠誠さと、資本主義、進歩的政府、繰り返される、ログローリング政治について急進的なポピュリストの、会議の双方を代表していると述べた。歴史家のアダム・エル・テートによれば、テイラーは、家族、農園、余暇の所有を幸福とみなす、農本主義者であり、組織化された、 宗教、社会階級など伝統的な制度には大きな愛を持っていないとしている。テイラーは人間は善と悪の混ざり物であるとする固いリベラルな立場を取った。自己の利益は人間の行動で唯一の普遍なものである。実際にトーマス・ジェファーソンから連邦党のジョン・アダムズまで他の思想家が高潔な市民性の必要性について苦問した一方でテイラーは 社会の原則が高潔であるが、それを構成する個人には悪意があるという見解を取ったと続けた。テーラーの派閥主義の効果に対する判断は、株式、仲買人、銀行、紙幣の等、関税に支えられた製造業者などから基盤を取り除くこと、行政が議会を腐敗させた利益共有制度を破壊すること、 アメリカ合衆国最高裁判所の侵害された権限を落ち着かせることだった。国家がその自由を個人の質に頼れば頼るほど、それを保てなくなる。個人の徳から公的な善を期待することで、個人の声から公的な悪にさらすことになると述べた。テーラーは奴隷制度が悪だと認めていたが、その弁護を記した。私は奴隷制度の悪を増加させない。 すなわち根絶の戦争で終わらせなければ、習いという政策を好むので、奴隷制度を認めていると考えてはならない。と記していた。むしろ、黒人は自由になれないと考えたので、その制度を弁護した。奴隷解放が広まれば、1791年に、フランス領サントドミンゴで、恐ろしい流血が生じたが、奴隷暴動の中でも最も成功した配置革命に、 究極的にまた彼の見解では必ずつながることを恐れた。テイラーは自由な黒人がアメリカの政治にとって問題以外の何者にもなり得ないと疑ったことで、ワシントンからジェファーソン、さらにリンカーンまでアメリカの思想家の大半と同じだった。このために自由アフリカ系アメリカ人の国外退去を提唱した。黒人奴隷は農業にとって災難であり、 除去できず、弁解の範囲内にあるだけだとテイラーは考えた。トーマス・ジェファーソンが、その、バージニア覚え書きで、奴隷制度に対して、煮えきらない態度を取ったことを批判した。奴隷制度が悪であるというジェファーソンには同意したが、ジェファーソンが繰り返し奴隷制度の残酷さに、言及していることを問題にし、奴隷は従順で、有益で、幸福である、 もし彼らがうまく管理されていればであると論じ、さらに、個人は、奴隷という資産に拘束され、人間性に影響されやすい。宗教はそのお世辞と恐怖の両方で非難する。個人とその奴隷の幸福あるいは悲惨さを共に、永続的に結びつけると論じた。奴隷所有制度が、共和制社会にある、主肯定的効果があるという可能性を、テーラーは、信じることが多かったと、 近年エドモンド・エス・モーガンは最高している。当時の事情と理解の下で、奴隷制度の保護について弁護したテイラーの考え方は、その後ジョン・カルフーン、エドマンド・ラフィン、ジョージ・フィッツ・ヒューなどの著作家によって支持され、より強く弁護するために使われた。彼らは、奴隷制度を肯定的善であると主張することで論議を拡大した。ストロンバーグは、1798年の、 バージニア州脱退呼びかけにおけるテイラーの役割及びケンタッキー州及びバージニア州決議におけるその役割はこれら主要な政治的社会の干渉と脱退を行うことができる保有された権利をいかにテイラーが真面目に捉えていたかを示していると言っている。テイラーはジェームズ・マディソンが書き起こしたバージニア州決議をバージニア州議会を通じて誘導した。 巨大な政治権力が必ず巨大な富を蓄積し、巨大な富は必ず巨大な政治権力を蓄積すると記した。イングランドにおける急進的なブルジョワ層と同様に、テイラーは富と貧の極大化が才能における違いから当然に生まれるとは認めなかった。それとは反対に、それは常に経済を超えた強制と虚偽の結果であると考えた。ロアノークのジョン・ランドルフや、 その他数人と共に、マディソンの米西戦争改善に反対した。それはまさしく帝国のための戦争だったからだった。歴史家のアダムテートは、テイラーの著作、アメリカ合衆国憲法の新しい見解の書評を行い、18世紀の保育法律家の技巧モデルに、下法廷で論じる、歴史学として作られていると論じた。テイラーは、アメリカ史にある証拠から連邦内の州の主権の、 証明が与えられているのであると考え、アメリカ合衆国最高裁判所長官ジョン・マーシャルのような国家主義者の議論に反対した。テイラーの主要プランテーションであるヘーゼルウッドはバージニア州ポートロイヤルから3マイルにあり、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ウェストバージニア州テイラー軍は1844年に設立され、テイラーにちなんで名付けられた。 ブラッドフォードによれば、蒸気リストの下3件は、連邦と州の関係及び、連邦の真の性格に関する洞察ということで価値があるとしている。蒸気出版物のリストは、エフソーントン・ミラーによる。法の古典の再版には次のように書かれている今日では、あまり知られていないが、テイラーの作品は、南部の政治と知識の歴史で大きな重要性があり、 南部人が1861年の脱退を正当化すると断言する憲法理論を理解する上で基本的なものである。テイラーはアメリカ独立戦争で大陸軍に入って戦いバージニア州会員とアメリカ合衆国上院で短期間議員を務めた。しかしテイラーが名声を得たのは憲法、政治、農業に関する質問の著作家としてだった。 州の権限を主張するトーマス・ジェファーソンや他の農本主義者と同調し、1790年代の政治闘争における厳密な憲法の解釈を提唱した。最初に出版された著作では、アメリカ合衆国財務長官、アレクサンダー・ハミルトンの財政計画について反対した。著作、解釈された構造と正当化された憲法は、 マカロック対メリーランド州事件におけるジョン・マーシャルのアメリカ合衆国最高裁判所判決、銀行による紙幣の発行に関する広く論じられた問題、保護関税の提案、水ズり州で奴隷制度を禁じる試みなど、米英戦争後の一連の問題に関するテイラーの反応だった。多くの南部人と共にこれらの問題やハミルトンの一連の財政体系に続く、 その他の手段がアメリカ共和制の基盤を崩していることを恐れた。それらはアメリカ人の美徳を腐敗させ、州と連邦政府の権限の間の憲法で保障されるバランスを中央集権的全国政府の方に移行させる人為的資本化セクトの試みだとみなした。もし連邦政府がそれに与えられた行政権を行使することに依存するならば、 州政府に与えられた権限を外資あるいは破壊するような手段をすぐに選ぶかもしれないと記した。ジェファーソンは、テイラー大佐と自分は重要な政治原則における意見の相違があったとしてもほとんどなかったと述べ、解釈された構造と正当化された憲法のことを憲法の採択以来出版された書籍の中で、憲法の当初からある真の原則に我が政府を引き戻したことで、 最も論理的なものであるとみなした。ジョン・カルフーンなど後の南部思想家は明らかにテイラーの思想に依存していた。ありがとうございます。